逃げ切るにはちょっと厳しいフリースケーティングでしたね。そうですね。本戦はね。残っている選手あと3人です。18歳ロシアのセルゲイ・ボロノフ、ショートプログラムは5位でした。トリプルルッツ。シングルのフリップ、はい、コントロール良くなかったですね。普通に飛んでればゼロなんですけど、ね、ちょっとこれですとマイナス1とかやはりつけますね。サーキュラーステップシークエンスレベル2。クリムキンのスピンですね。これは、はい、このスピンレベル4です。フライングスピンレベル3。ダブルアクセル。トリプルと2つ3回転入りましたね。連続で ステップシークエンスレベル2。軽く飛んでます。とても質がいいです。これはコンビネーションスピンレベル3。ロシアの18歳セルゲイ・ボロノフでした。ステントとか大きなミスはなかったんですね。4つ目のエレメンツがシングルフリップになっただけで、はい、あとは、まあ、普通にきちっとこなしてたみたいですね、はい、プラスがたくさんもらえるわけではありませんけれども、はいはい、一応きちっとやってました、
かあのハイライトっていうかちょっと演技自体は地味なんですけどね、はい、あの上品なんですよね、はい、上品といえば上品ですけどちょっと地味ですね、うん、やはりどっかこうハイライトのところが見たいですね、この選手。そうですね、基本の素敵な部分はもう分かりましたので、はいはい、次のところみたいですね。あの技術のハイライトとか演技のハイライトとかね、もう一息あるともう少しメリハリが出ると思うんです。ちょっとシェイキーランディングでした。そうですね、はい、ゼロでいいです、このぐらい。はい、コンビネーションも成功させて2回入れられたということですね。2回入ってますね。これは大きいですね。大きいです。あとあの転倒とか大きなミスがなかった、はい、一番はミスとしてはフリップがシングル、うん、そうですね、はい、コーチはアレクセイ・ウルマノフ、オリンピックの金メダリストです。ウルマノフもよくコスチューム前にひらひらつくのよく着てたんですよね、はい、やっぱり好きなのかなと思って。そうですね、でもロシアの選手はこうじゃなきゃという部分もありますね。そうなんですよね、ロシアの選手らしいコスチュームですね、そうですね。まずテクニカルエレメンツ技術点が出ました。 60.82 です。そして5コンポーネンツです。こちら5点台半ばまでの数字が揃って出てますね。よかったじゃないっていうような今表現でしたね。はい、そうでした。ウルマノフやめちゃえフリースケーティングの得点 115.26 です。これは彼のパーソナルベストになります。気になるのは順位ですよね。そうなんです、出るまで。そうですね、じっと見てます。喜びます。もの喜び本当ですね。あ、やっとウルマノフの笑顔が見られました。ちょっとし